由井宇宙飛行士が滞在する ISS 国際宇宙ステーションが日本の上空を通過する姿を富山市の天文台が捉えました。 ISS の姿が見えてきました。すごく綺麗にはっきりと形が見えます。午前3時58分ごろ、富山市天文台の反射望遠鏡が捉えた映像には、およそ400キロ上空を通過する国際宇宙ステーションの姿が映し出されました。特徴である太陽電池パネルもはっきりとわかります。気象条件などが良くないと鮮明には映らないということです。今夜も午後8時半ごろ、本州の広い範囲で肉眼でも観測できるということです。